来た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 、これです。これがデメニギスで、言えてない、デメニギスです。はい、もしもし、ひとしずく島の小町です。ああ、TBS さん、お世話になっております。はい、テレビに出てほしいと。かしこまりました。どうも、私小町、この度ですね、テレビに出ちゃいました。TBS 系列の毎日放送制作、毎週土曜日朝8時から放送しているサタデープラスという番組の中でですね、深海生物の特集が組まれたんです。で、その特集を組むにあたってですね、今大人気のゲーム集まれ動物の森の中でも深海魚が釣れます、それによって今深海魚への関心が高まっていますと。で、釣れる深海魚の中でも特にデメネギスはレアなんですっていう映像を作りたいと私の元に連絡がありました。それにあたってですね、私がデメニギスの釣り方として出している動画、これを番組の中で使わせてくださいって連絡が来たので、お任せした結果こうなりました。それでは実際の放送をダイジェストでご覧ください。今世界中で大ヒット中のゲーム、集まれ動物の森、通称あつ森、やってました。ゲームの中では釣りも楽しめるんですが、今あつ森をきっかけに深海魚とその生態に注目が集まっているんです。例えば生きた化石と呼ばれるシーラカンス、中でも最もレアだと言われる深海魚デメニギス、どんな魚か見たことありますか？知らない。あつ森に登場し話題を集めている深海魚デメニギス、その生きている姿を収めた超貴重映像、いかがでしたか？全コックです、全コック。このチューリップハットとパーカーオンコート、そしてモンペ、そのコーディネートの小町っていうキャラクターがですね、誰かの頭に残ったのではないかなと思ってます。まだお話しできないようなこといろいろありますが、見守っていただけたら結構面白いことがあるかもしれません。ただただ YouTube は続けてまいりますので、また気が向いたらですね、暇つぶしにでも動画を見てやってくださいね。それでは